それでは、令和5年、最初の定例記者会見ということで、今年もどうぞよろしくお願いいたします。まず最初にですね、昨日から今季最強の寒気が今この出雲を覆っておるところでございまして、今朝ほども除雪対策なども行ったところでございます。転ばれたりとかですね、ことはあったかと思いますけども、大きな被害を今のところ伺ってないところでございます。ただ引き続き、今日もですね、これから低温も注意が必要だと思いますので、路面の凍結による車の事故とかですね、歩行での転倒、また水道の凍結防止など、また注意をしていただきたいというふうに思います。それでは、今日の、記者会見、まず最初にですね、出雲市オリジナル婚姻届出雲婚の発売についてで、ございます。これは出雲市では縁結びの町ならではの取り組みとして、オリジナル婚姻届を活用したご縁結びどころの取り組みを行っているところであります。この度この取り組みを強化するため、より出雲らしいデザインの婚姻届および保存台紙のセット出雲婚を作成し、出雲の日のですね、1月26日に合わせて販売を開始をいたします。またこの出雲婚をセットにした結婚にちなんだふるさと納税返礼品の取り扱いも合わせて開始をするところであります。ご覧いただきますように、皆さん方のこちらの方でもこちらの方でもご覧いただければと思いますけども、縁結びの町出雲をイメージしてですね、彩雲やうさぎ、その他さまざまな縁起物を散りばめたデザインとなっています。よく見るとこうたくさんこう入っています。保管配慮は白を基調に上品に仕上げた写真やメッセージを添え、2人の記念用婚姻届を大切に保管いただけるものになっております。このセットの内容でありますが、オリジナル婚姻届、これは提出用と2人の記念用がございます。そして、2人の記念用婚姻届保管ファイル、これはこの2種類の中から、お選びいただければというふうに思っております。発売は先ほど申し上げました出雲の日であります1月26日からであります。販売価格は、1500円、郵送の場合は2000円でございます。販売店といたしましては、この出雲市役所の1階の双葉ショップで販売をいたしております。次にふるさと納税返礼品とのコラボレーションについてということで、現在、3社から、4種類7品のコラボ商品がございます。まず、1点目は、株式会社アツタさんとですね、コラボしたものでありまして、出雲ブランドの商品にもなっております出雲初の、婚約結婚指輪専用ブランド出雲結とのコラボレーションということで、婚約指輪、結婚指輪の2つのプランが、ございます。寄付額等々にはこちらの方にご覧いただければと思います。次に東博館写真場さんとのコラボについてはですね、出雲市内のロケーションでプロカメラマンが60分間同行をして撮影をするというものでありまして、その場所は例えば稲佐の浜であったりとか日の岬の灯台、また竹影橋とか、この中から一つ選んで、いただくことになってます。写真データのみのプランと、データとデジタルアルバムの2つのプランがあるということでございます。次にですね、株式会社アルテミスビュースカイさんとは、出雲大社周辺の縁結びスポットを人力車で回るプランをがあります。120分コースと75分コースの2つをセットしていただいております。またですね、縁結びの地出雲で行う新しくも懐かしい
岩根出雲修言とのコラボということで、出雲文化伝承館で1日1組限定のプレミアム、披露宴というものも、セットしているところでございますので、どうかこの、婚姻届、記念台紙とともにですね、またお考えいただければというふうに思うところであります。次に2点目でありますが、出雲の温泉応援キャンペーンの開催についてであります。これは物価高および新型コロナウイルス感染症拡大によって利用客の落ち込みで大きな打撃を受けている市内の温泉施設を応援するため、これも出雲の日1月26日から出雲の温泉応援キャンペーンを開催をいたします。これは市内の宿泊施設や飲食店等を利用される観光客や市民の皆様へ、市内の日帰り温泉施設で利用できる出雲プレミアム入浴券を配布し、日帰り温泉施設の利用促進を図ってまいります。観光客や市民の皆様には市内のさまざまな日帰り温泉をお得に巡っていただき、この季節ですね、身も心も癒していただけるような取り組みにしていきたいというふうに思っております。事業内容の方でありますが、これがチラシになっているところであります。最初のですね、開始期間を1月26日と申し上げましたが、この開催期間を3月31日までとしております。そして対象人数が1万人でありまして、これ先着順で1万枚以上配布をいたします。集計とかをしておりますので、1万人になったところでですね、この企画を終了いたしますので、1万名の方にこの3月31日までという期間でありますが、1万人に達し次第終了するということでございます。プレミアムの内容でありますけれども、1人1回あたり500円の割引であります。で、1万円についてですね、余命まで利用が可能でありますので、1枚であれば4人までだったら2000円分のですね、割引を受けられるということであります。入浴券をもらえる施設といたしましては、市内の宿泊施設出雲そば旅の参加店舗、また冬の出雲グルメキャンペーンの参加店舗ということになっていまして、このチラシのですね、ここを読んでいただくとですね、だいたい160店舗に参加していただいておりますので、読めば160店舗がですね、参加していただいている店舗が出るということであります。この160店舗のところのどっかでこの券がありますかね、映りますかね、あ、いいですよ。今券が発売、そこに置いてありますので、それを取っていただければというふうに思います。そして、これが利用できる温泉施設はここにあります、13の温泉がこれを利用できますので、ここでの施設での利用をお願いしたいというふうに思います。13の施設は一つずつは申し上げませんが、チラシを見ていただければここに書いてあるところが、利用点であります。またですね、このキャンペーンに合わせてですね、温泉の PR パンフレットを新しく作っていきたいというふうに思っておりまして、宿泊施設や温浴施設等で配布をする予定にしております。各温泉の泉質、効能、また専門家によるですね、美肌効果のポイントなど、そういうものをまとめたものをですね、新しく作っていきたいというふうに思っております。温泉としては14温泉、施設としてはかなりありますけども、ご宣言があるというか、そういう中では
14の温泉の紹介をさせていただきます。チケット出らんない、すいません、これじゃなくて、あ、なんか現物がないんだ、まあいいか、温泉の現物、ちょっと前後しますけれども、このプレミアム商品券の現物がこれになっていますので、この券を持っていくと今あのここの13の、温泉施設で利用できるということであります。でこれが、まあ、160の施設にいろいろと配ってありますので、そこで、これを得ていただいてですね、ぜひご利用いただければというふうに思っております。まあ、大きさもこれくらいな感じのものでありますので、よろしくお願いします。以上です。それではこの案件2つにつきまして、何か質疑がございましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。民進主義中島です。その温泉キャンペーンの件で入浴券もらえるという説明がありますけれども、例えばなんかあのこれだけの額の買い物をしたらもらえるとか、そういうのはあるんでしょうか。いや、そんなことはありません。あの店頭に置いてあるということでありますんで、そうからこうこれをこう、まあ、取っていただくというか、まあ、そういうことですね。同じ施設には、いや、日をまたげば何回も使っていただいて結構です。あのここの温泉行ったらもう次使えないとかではなくて、あの近いところで毎日行かれる人は、まあ、毎日というかそういう方はまたそこにこう使っていただいて結構だ。なるほど。そしたらじゃあ、1人例えば 10枚使って結局5000円の割引を受けられたとかっていうことでも大丈夫。まあ、それ可能だということです。はい、はい、人数制限というかその1人1枚限りとかそういう制限はもうない。ああ、そういうことはありません。はい、ありがとうございます。すいません、もう一つなんですけれども、出雲婚に関してで、これ結婚した方に対してだと思うんですけど、マリキを中心に同性同士のパートナーっていうのをいわゆる婚姻関係と認めるパートナーシップ制度を導入しているっていう声がちらちらと報道でもあると思うんですけど、湯口さんとしてその制度を導入する、まあ、なんていうか予定であったりそれを考えているっていうのは今現在ありますか。まあ、今あの県の方でですね、検討されているということで、県からもあのいろいろな説明を伺っておりますので、まあ県で、されることは我々市でどうやって取り組んでいくかということは、まあ、そういうことも踏まえて検討していきたいというふうに思います。示しを受けて、質問さんとしての対応を決めていきたいっていう。まあ、示しを受けてなのか、並行してなのか、ちょっとその辺はあれですけども、あのいずれにしてもそういう形でやっていきたいなと。現在、出雲市さんとして、まあ、いわゆる独自で、出雲市に対しての制度導入を考えているというところまで考えているのか。まあ、今のところ、まだその具体的な検討には入ってないということです。他にございませんか。はい、どうぞ。山陰中新報の黒沢です。ちょっとあのプレミアム入浴券の内容でちょっと細かいところですけど、1枚って4名まで利用かせるんですけど、その4名にあのもう1万人にカウントされるとか、1枚でまその枚数で1万人そういうわけではなくて、その1枚で4人かかったらこれはその1万人のうちの4人にカウントされるっていうか、カウントされるということです。はい、わかりました。ありがとうございます。他よろしいですか。はい、それではですね、続いて、行事予定の方に入っていきたいと思います。はい、それでは、行事予定の方2点、
ご紹介したいというふうに思います。まず2月11日のですね、これですね、目指せモテ男子素敵女子一緒に家事やろうセミナーお料理編のバレンタインというこの、企画で、ございます。これは、平成25年度から縁結びプロジェクトとして男女の出会いの場創出結婚支援に取り組んでいるところでありますが、今年はですねこの企画、2月11日の、土曜日祝日になりますが、9時30分から14時30分の間高松コミュニティセンターで、開催をいたします。どういうことをやるかということでありますけれども、これはアイルランド、ブラジルの料理を男女が協力して作りながら、素敵なパートナーを見つけるということであります。マッチングというちょっとものではございませんけれども、気になる方がいらっしゃったら連絡カードを渡すこともできるということでございます。またファイナンシャルプランナーによるライフデザイン講座も同時に開催をしてまいります。参加料は500円ということになっておりまして、申し込みにつきましては島根電子申請サービスで、行っていただくか、もしくはこの QR コード、これをチラシの QR コードを読んでいただいてもできますので、また締め切りにつきましては2月6日となっております。さまざまなところで、いろいろと告知をしておるところで、ありますけども、どうか皆様方もですね、また取り上げていただければというふうに思います。ただイベントの性格上ですね、当日の取材はお控えということで、私たちにとっては大変に都合のいいお願いでございますけども、宣伝はしていただきながら、あとはちょっと少しプライバシーには配慮をしていただければということでございます。そのような場がですね、あってですね、ご参加できるような環境を一緒になって作っていただければというふうに思いますので、ちょっとご理解もいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。それと次にですね、2月18日のこのストップ地球温暖化フェアであります。2月はですね、省エネルギー月間ということで、これに合わせてですね、環境問題に関する映画の無料鑑賞会や環境講演会等を盛り込んだイベントを開催することで、幅広い世代に対し環境問題について考え行動するきっかけとしてもらうことを目的に開催をするものであります。日時は先ほど申し上げました2月18日の土曜日、9時から16時までとなっております。場所は大社文化プレイスうらら館であります。内容につきましては2部構成になっていまして、第1部が午前中9時半から午前中の開催であります。環境表彰式、エコ川柳のコンテストであったりとか、ゼロカーボンチャレンジ、またレジ袋販売収益金によります寄付金の贈呈式、また映画の鑑賞会があります。ロラックスおじさんの秘密の種ということで、声優の方の吹き替えがですね、志村けんさんとかトータス松本さんとかというこの、映画鑑賞会もございます。第2部の方は、1時半からですね15時まで、地球温暖化と脱炭素のファクトフルネスということで、杉山先生を講師にお招きしてですね、そのような、講演をしてまいります。光熱費が上がるのはなぜとかですね、そういう身近なお話も、聞けるところであります。入場は無料でありますが、一部材料代がかかるコーナーもありますので、また来ていただいて確認していただければというふうに思います。申し込みにつきましては一応入場は無料なんですけども、事前申し込みが必要でありまして、このチラシのですね裏面がありまして、ここにですね、この裏面のところに、ここにどれに行きたいか、行きたいかというとチェックする欄がありますので、そこにお名前とかをこう書いてですね、代表者の方がいらっしゃいましたら子どもさんの人数とかその辺書いていただければ大丈夫ですので、このですね、これを利用してですね、
お願いしたいと思います。またスマホでの申し込みも可能でありますので、そちらの方も利用していただいてですね、多くの皆さん方にご来場いただいて、ゼロカーボンを目指すですね、この出雲市の取り組みにですね、ぜひまたご賛同いただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。はい、それでは行事予定について、質疑がございましたら挙手をお願いいたします。よろしいですか。よろしくございますかね。はい、それでは、案件以外のところで、何かご質問がありましたらお伺いいたします。がいかがでしょうか。あ、どうぞ。コロナについてなんですけど、国の方がですね、この春から一般の感染症のいろいろな新規感染症が、そういうことが起きていくだと思うんですが、省はその部分でどのように考えるでしょうか。はい、まあ、本格的なですね、ウィズコロナになっていくのかなというふうに思っておりますし、まあ、5類に緩和されるということで、まあ、経済活動、社会活動というものがまたしっかりと回していくということになろうかと思います。またそういう意味では期待をしておりますけども、一方では法的位置づけというか、そういうものが、下がるからといって、感染症のですね、病原自体が弱毒化するわけではありませんので、引き続き、必要な医療体制がですね、提供体制が確保できるというようなことも必要だと思っておりますし、まあ、引き続きになりますけども、予防についてはですね、感染予防については呼びかけをする必要はあるなと思っております。また言われてますように、医療費と治療費の公費負担の問題であったりとか、ワクチン接種の負担であったりとかですね、また本当にその後どうなるかということについてはですね、しっかりと注視をしていきたいというふうに思っております。はい、他にございませんか。よろしいですかね。はい、ありがとうございます。そういたしますと、本日の定例記者会見については、これで終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。